おはようございます。おはようございます。さて、はい、今日は何ですか。今日何ですか。今日は何のご質問ですか。はい。お願いします。いきなりだね。いきなり行きましょう。じゃあ読むよ。はい。名前がたけしさん。はい。鼻腔共鳴。共鳴腔を鳴らすコツを教えてほしいです。喉を開けて支えを意識して声を上側に鳴らすイメージで声を出しているのですが、綺麗に声が共鳴しません。洋楽などを聴いていると綺麗に鼻にかかっていて個人的にはいいなと思うのですが、声楽では鼻にはあまり声を通さないと聞いたことがあります。こちらもお二人の見解をお聞かせください。だって、ああ、その声楽のことはね、どこで聞いたの？その先生に。どの先生ってどこで聞くの？マジで。ネットとかにも書いてないよね、全然。わかんない。そういうのって。書くことじゃないもん。声楽の人たちっていうのはあんまりネットに書いてて発声のこととか書かないので。書かないよね。はい。ごくまれにツイッターとかで書いてる人いるけど。あ、いますけどね。なんか2人か3人ぐらい。あんまり出さないです。まあ有名な人でさ、2人か3人ぐらいかと。それを出していこうっていうのが僕たちのあれなんで。ここのうちのチャンネルは声楽のチャンネルではないので、別にそうね、そうそう、それたちは声楽のこととして書いてるから、正しい発声っていうことで、じゃあ疲れないこととか、だから声楽の人たち向けに作ってないからね、うん、そのミックスボイスっていうのも概念としてね、うん、そのポップスの方の話をしてるんですよね。そうですよね、はい、まあ鼻腔共鳴なんてこともあんまり言わないですけども、実際うーんって、ここはここはあーってことでしょ、はい、うわーってこれだよね、はい、できた。社長はね、もう長年やってますけども、もう20年ぐらい多分ね、歌やってるから、できるようになっちゃえば簡単にできるんですけども、うん、まあ、それまでがやっぱり難しいということですよ。まあ何回か動画にもなってる。なってます。ハミングとかさ、はい、とかで絡めて言ってると思うんだけど、はい、うん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 って鼻触ったら大体ビリビリしてんじゃん。でここにそのまま当てていくっていうだけではあるんだけど、まあ、多分その方がおっしゃってるっていうのは、うん、多分こっちに入ってない声、うん、全然入ってないっていうことは、そこに悩んでるんだと思うんですよね、うん、どこにこっちにこっちに、って言っちゃう、どっちかだね、うん、下げ、だから喉は下げることは意識してる、喉開けることは意識してる、ああ、そっか、じゃあこっちだね、喉を開けた状態で声をこっちに入れていくなんて相当難しいですよ。いや、そうなんですよ、それをやっていく、それを勉強していくわけなんですけども、そこにやっぱり時間と労力がかかっていくものなので、まあ、それはそんなに簡単にはできないですよ、もちろん、僕自身も相当時間をかけてるので、今言った洋楽は鼻にかかってていい風に聞こえるっていうのは、まあさっき社長もおっしゃってましたけど、あ、動画の中で言ってなかったか。動画外で語ってる。骨格。動画外で語ってる。それは骨格が違うじゃんとか言ったじゃないですか。ね、まあそれもありますよね。うん、外国の方、やっぱり鼻が高くてね。まあ全然違うよね、作られ方が。作りが全然違うっていうのがあって、ただ、だからといって発声がね、外国の方と違うわけじゃないですよ、うん、変えて、だじゃあ外国の方と変えていきましょうとか、そういう話じゃないですよ、うん、外国の方の方がそっちに入りやすい、はい、なりやすい、なりやすい、なりやすい、逆もあるかもしれないけど、聞いてる側も入ってるように聞こえるっていうのは、うん、あります、実際、うんうん、鼻には声楽の方、声楽はなんか今鼻にはかけない鼻にかけないみたいなことを言ってますけど、それもそういうことじゃないです、まあ、鼻にかけないって言ってなんかここのなんていうの、おーって鼻にかけないわけじゃないですよ、鼻には入ってるんですよ、鼻には入ってるんだけども、うん、喉を開けることによって鼻声にならないくしてるわけですよ、うん、喉が開いてれば鼻声にならない、喉が開いてなかったら鼻声になるんです、逆に言うと、うんうん、だから、そういう洋楽とか洋楽じゃなくてポップスも一緒だけども、喉が上がってる状態で、だから僕なんかもそうですよ、喉が上がってる状態でポップスとか洋楽とか
歌ったらちょっと鼻にかかりますよ、うんうん、喉を上げただけでね、うん、まあ、そういうもんだからそれはいいんじゃないですか。そうそうそう、うん、それはまあ言ってるよね、うん、そうそうそう、下げない、喉を下げなきゃいけないわけじゃない、うん、だからどっちにしろその鼻には入ってます。声楽もそうだし、うん、ポップス何なんか歌ってどのジャンルを歌うときにも、うん、鼻には入ってなきゃダメですよ、うん、要は開けるか開けないかの問題であって、あのそういう鼻腔共鳴っていうのはどっちにしろ必要にはなってきます、うん、でそれをどうやったらいいかって話。まあそうだね、鼻腔共鳴をじゃあどういうふうにすればいいかっていう、まあ、きれい、まあ、共鳴しないことが悩みとだそうしたいんでしょ。コツを教えてほしいのが一番初めの一部。あ、ハミングして、これがビリビリになるわけですよ。で、ここにそのまま母音を当てる。こっち全部なってるみたいな感覚。それをひたすらやる。まあ、ひたすら何年もやる。まあ、まあ、そう、社長先生がこうコツっておっしゃいましたけど、いや、僕の中ではですよ。まあ、これ本当のことを言うと、あの本当これ時間かかると思います。今は何年もっとしました。本当時間かかると思います。でなんか今言ってもいいんだけど、だから言ったところでみたいなところありますよ。あるし、あの僕もいつも言ってるようにハミングものすごい時間かけてきた、何年も本当かけてきて、あの今でも発声練習するときは必ずハミングやりますし、でこっちに乗せていくんですよ、こっち側にここ上げて乗せていくわけですよ、こっちに。でしっかりそれはしっかり支えて、一緒にですよ、支えない、僕の場合はもう、まあ、声楽になるとやっぱり支えることによって響きを高くするっていうところがあるので、うん、もうだから全部連動してるから、もうここから上だけで こっちに出すとかそういうこともそれも違うし、やっぱり喉を開けながら、さっき喉を開けながらやってるっておっしゃいましたけど、実際喉を開けるで喉を開けながらそのこっちに入れることをやっていかなきゃいけないんだけども、まあ、それちゃんとできるようにするためにはやっぱ支えも必要になってくるし、呼吸もするように、呼吸もちゃんとできなきゃいけないし、だからもう全部が連動してるから、これだけやってればいいですよっていうことは言えないんですよ、うん、まあそうね、そうだから難しいわけじゃないですか、うんうん、だから鼻腔共鳴って一つ、そうやってなんかね、あの鼻腔共鳴って言ったらこれだけやってればいいみたいな、なんか思われがちですけど、そういうそんなんじゃないですよ、うんうんうん、本当に言うてこっちが空いてなかったらね意味がないし、空いてなかったら意味ないし、これなんかってなってたんですよ、うん、まあ鼻腔共鳴あるかもしれないけど、ってここで喉上がっちゃってるからそうなると、あるけど、うん、違うところだよね。でもだから結局みんな何をしたいっていう風に考えた時に、鼻腔共鳴がしたいわけじゃないじゃないですか。歌が上手くなりたいんでしょ、だってだから歌が上手くなりたいわけですから、そのためには鼻腔共鳴だけ考えてちゃいけないわけですよ。だから今の社長先生がやったように、今のだけできても結局今のだと喉上がってるから、ずっと鼻声になるしね。もういつも言ってるように喉壊すし、怪我したら終わりですからね、本当に。僕あの前レッスンいらっしゃった時に強く言いましたけど、あの怪我したら本当終わりですから、だからあのそれ開けて、ちゃんと発声すること、鼻腔共鳴意識するあまりにあーみたいになってちゃダメですよ。だからそれもちゃんと開けてしっかり支えてやらなきゃいけないから、それはすごくまあ正しいフォームだから、それもう本当にいつも言ってる正しい、今日教えてくれる先生に習って、ね、で正しい努力をしてそこに時間をかけていかなきゃいけない、っていうことになりますから、はい、まあこれやったらできるとは言えないですね、うん、まあこうやってって言うけど、やっぱりこっち空いてて、うん、空いててしっかり支えが入っててっていうのがまあ当たり前、そう自然にやってることだから、そうですそうです、全部が連動してなることなので、こっちだこっち鼻腔共鳴だって考えないようにしてください。もうそれだけ、うんうん、ちょっとお話しておきます。お願いします、はい、そんな感じですか、ね、という感じです、はい、はい、ありがとうございました。